左へ曲がります。ご注意ください。大変お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。この車は元町市内循環外回り元町市役所駅前元町鉱山入口方面行きです。料金不要で何度でもご乗車いただけます。次は元町市役所駅前元町市役所駅前です。元町市役所へお越しのお客様と元町鉄道をご利用のお客様はこちらが便利です。次止まります。次は本庁郵便局前、本庁郵便局前です。本庁郵便局、直輪場、小麦畑へお越しのお客様はこちらが便利です。次、止まります。ご乗車ありがとうございました。次は元町団地駅前元町団地駅前です。元町団地へお越しのお客様と元町鉄道をご利用のお客様はこちらが便利です。次止まります。大変お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。この車は元町市内循環外回り元町鉱山入口元町団地方面行きです。料金不要で何度でもご乗車いただけます。次は元町鉱山入口元町鉱山入口です。元町鉱山へお越しのお客様とサトウキビ畑へお越しのお客様はこちらが便利です。次、止まります。次は田宿二丁目、田宿二丁目です。このバスは自動運転中です。走行中席をお立ちになりますと大変危険です。バスが完全に停車してから席をお立ちくださいますようお願い申し上げます。次、止まります。右へ曲がります。ご注意ください。次は田宿三丁目、田宿三丁目です。降りたバスのすぐ前や後ろの横断は大変危険です。道路を渡る際は横断歩道をご利用ください。次、止まります。ご乗車ありがとうございます。次は元町団地、元町団地です。元町団地へお越しのお客様はこちらが便利です。次、止まります。次は植林場南、植林場南です。このバスは自動運転中です。走行中席をお立ちになりますと大変危険です。バスが完全に停車してから席をお立ちくださいますようお願い申し上げます。次、止まります。
ご乗車ありがとうございます。次は本町5丁目、本町5丁目です。次止まります。ご乗車ありがとうございました。次は本町バスターミナル、本町バスターミナルです。元町市内循環内回りにお乗り換えのお客様は到着ホーム向かいの停留所へお越しください。次止まります。このバスは次の本町バスターミナルで運転間隔調整のため30秒ほど停車いたします。また本町バスターミナルでは元町バス、元町鉄道のミニチュア模型、エンチャントボン、ここでしか買えないお土産など多数取り揃えております。ぜひこの機会にお立ち寄りください。本日も元町交通をご利用くださいましてありがとうございました。大変お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。この車は元町市内循環内回り、本町5丁目、田宿2丁目方面行きです。料金不要で何度でもご乗車いただけます。次は本町5丁目、本町5丁目です。次止まります。次は植林場南、植林場南です。このバスは自動運転中です。走行中席をお立ちになりますと大変危険です。バスが完全に停車してから席をお立ちくださいますようお願い申し上げます。次止まります。ご乗車ありがとうございます。次は元町団地、元町団地です。元町団地へお越しのお客様はこちらが便利です。次止まります。次は田宿3丁目、田宿3丁目です。降りたバスのすぐ前や後ろの横断は大変危険です。道路を渡る際は横断歩道をご利用ください。次止まります。次は田宿2丁目、田宿2丁目です。このバスは自動運転中です。走行中席をお立ちになりますと大変危険です。バスが完全に停車してから席をお立ちくださいますようお願い申し上げます。次止まります。次は
元町鉱山入口、元町鉱山入口です。元町鉱山へお越しのお客様とサトウキビ畑へお越しのお客様はこちらが便利です。次、止まります。ご乗車ありがとうございました。次は元町団地駅前、元町団地駅前です。元町団地へお越しのお客様と元町鉄道をご利用のお客様はこちらが便利です。次、止まります。大変お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。この車は元町市内循環内回り本町郵便局前、元町市役所駅前方面行きです。料金不要で何度でもご乗車いただけます。次は本町郵便局前、本町郵便局前です。本町郵便局、植林場、小麦畑へお越しのお客様はこちらが便利です。次は元町市役所駅前、元町市役所駅前です。元町市役所へお越しのお客様と元町鉄道をご利用のお客様はこちらが便利です。次、止まります。ご乗車ありがとうございました。次は本町バスターミナル、本町バスターミナルです。元町市内循環外回りにお乗り換えのお客様は到着ホーム向かいの一番乗り場へお越しください。次、止まります。また本町バスターミナルでは元町バス、元町鉄道のミニチュア模型、エンチャントボン、ここでしか買えないお土産など多数取り揃えております。ぜひこの機会にお立ち寄りください。本日も元町交通をご利用くださいましてありがとうございました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。このバスは茂原サーバー内を年中無休で自動走行しております。もしよろしければ茂原サーバーご参加ください。概要欄にリンク貼っておきます。ちなみにこの小さいミニチュアバス、サーバー内で実際に購入できます。ぜひご参加ください。それではまた。